皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するお料理は、たった2つの食材で作る、ザーサイと肉の炒め物です。で、本来は、桃屋のザーサイが、適しているんですけれども、今日は、セブンイレブンのザーサイを使っていきたいと思います。なので、本来は、桃屋のザーサイの場合は、瓶の中に調味液が少し入ってると思うので、それで味が決まってしまうんですけれども、今日は少し、コクを出していくために、調味料は少し使いたいと思ってます。で、あとはお肉ですね。牛肉でも豚肉でも構いません。それぞれを、細切りにしていきます。はい、ザーサイと豚肉を細切りにできたら、豚肉の方に片栗粉と醤油を小さじ1入れて、袋の上からよく揉み込みます。味を染み込みやすくするためです。フライパンにごま油をひいてよく加熱をしておきます。その状態で先ほど揉み込んだ肉を入れていきます。今日は豚肉なのでしっかりと火を通していきます。はい、肉にあらかた火が通ってまだ少し赤みが残るぐらいの時にお酒を大さじ1加えていきます。これは旨味を出すためと、臭みを抜いていくためですね。お酒が飛んだところに、先ほど細切りにしたザーサイを調味液ごとすべて入れていきます。桃屋のザーサイを使っている場合は、ここで完成です。セブンのザーサイを使っている場合は、トーチジャンを一生2種類、豆板醤を2種類使っているので、うまみはあるのですが、味がやや薄めなので、オイスターソースを大さじ1加えて炒め合わせれば完成になります。盛り付けの完成です。たった2つの食材で作る、ザーサイと肉の細切りの炒め、完成しました。もし辛みが欲しい方などはコチュジャンなどを加えていただいてもいいと思います。本当に数分でできてしまうので、ぜひ、試してみてください。本日もご視聴ありがとうございます。